はい、聞こえておりますでしょうか。ここからの司会進行は私、ひららぎが担当させていただきます。よろしくお願いします。さてさて、続いてのタイトルはテトリオのはずです。ちょっとわけあってこういう含みのある感じに言わせていただきますね。こちらのタイトル、解説の方がいらっしゃっておりますので、ご紹介いたします。貧弱さんです。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ちょっといろいろ、事情がありまして、まあ、テトリオだと思われるという言い方になってしまって、始まるまで、蓋を開けてみるまでちょっと何が来るかわからないという状態なのですが、ちょっとそこはご了承ください。ぷよぷよ待ち続けてる。そんなこともありましたね。はい。ですね、ちょっとテトリオについて軽く、紹介させていただきます。とある有名な、落ち物パズルゲーム、の、非公式のクローンソフトになります。で、本家のスケジュール表とか、あと、OM ニュースとかを見ると、そのクローン元ネタになった方のゲームのタイトルがそのまま書いちゃってあるんですけれども、おそらく、奏者さんが、過去にツイッチで配信したゲームとか、あと、去年も同じようなことやってるみたいで、それを見ると、どうやらテトリオをやるんではないかと思われるという状態になっています。参考動画ですね、実はないんですよ。オエングスになんか参考動画が登録されてないゲーム結構あるみたいで、なんで本当にもう蓋を開けてみるまでわからない。で、あと去年のアーカイブもちょっと探してみたんですけど、動画、まあちょっと私は見つけられず、っていう感じで、もう完全に今パルプンテを食らってるような状態になっております。はい。で、どうでしょう。まだ時間ありそうなので、いろいろ話しておきますと、ですね、ちょっとゲームとは全然関係ない話になるんですけれども、テトリスという落ち物パズルゲーム、皆さんご存知でしょうか？これ、ゲームとは全然関係ない話なんですけれども、ちょっとテトリスというゲームについていろいろ話をさせていただくと、ですね、今、テトリスカンパニー、ザ・テトリスカンパニーというところが権利を持っていてですね、そこからライセンスを受けないと、販売とか、いろいろしてはまずいっていう状態になっていて、なのでちょっと権利関係がですね、まあ、国内だと結構ピリピリしてるんですよね。で、ちょっとその辺は何だろう、その、海外だと、まあ、意外とその、なんですかね、GDQ とかでロムハックが走られてるみたいに、意外とその権利関係に関しては大らかなところが多くて。なので、まあ、ちょっと、まあ、いろいろ事情があるので、皆さんその辺は、お察しいただければと思います。で、なんですけれども、ちょっとまあ、似たようなゲームが、まあ、いっぱいありますんで、ちょっと一般的な落ち物パズルゲームの用語をちょっと、使って解説しますので、例えば、解説の時に、ホールドとか、出すとか、まあ、一般的なパズルゲーム、落ち物パズルゲーム用語を使って説明しますけれども、今回走るゲームは、テトリスとは全然関係ないものと思われますので、まあ、そこだけはご了承ください。はい。あ、すいません。ありがとうございます。これぐらいでどうでしょうか。あんまりちょっと、時間が時間なもので大声は出せないので、ちょっとすいません。もし何かあれば音量調節とか、はい、していただければ。ありがとうございます。そうですね。じゃあ、いろいろ、コメント欄にもありますので、いろいろちょっと説明をしますと、
テトリオですね、最近のこのモダンなクローンゲームによくありがちなですね、180度回転とか、そのクローン元のゲームとは、クローン元のゲームにない機能が、まあ、いくつか盛り込まれてたりとかしていてですね、で、その、回転法則とかがですね、ちょっと独自の進化を遂げていたりとか、あとは、消した時のアニメーションが一瞬で終わってしまうとか、まあ、いろいろ、ちょっとこれはこれでまた別の世界が、あるみたいな、そういう状態になっていますので、まあ、実際見てもらってから喋った方が早いとは思うんですけれども。そうですね。非接地の即落下は多分、TGM とかにもありますかね。ちょっとどうしようかな。いつ始まるかわからないので、どこまで喋るかっていうのは、ちょっとあれですけれども。まだ始まらなさそうですね。1時間ありまして、で、そうですね。EST1 時間の枠、結構長めの枠が取ってありまして、ショーケースってなってるんですけども、まあ、いわゆるエキシビジョン的な何かが、繰り広げられるんじゃないかと思いますが、ゲーム自体が、まあ、オンライン対戦とか、あとは、40列消すまでにのタイムアタックとか、いろいろなモードがありまして、ちょっと何が来るか本当に蓋を開けてみるまでわからないという状態になっています。で、そうですね、持ち時間、1時間の中で、まあ、好き勝手やってくださいみたいな感じになると思うんですけれどもね。で、例えば40列消すのに、何秒でできるかみたいなタイムアタックモードだと、このモードだと多分、ライン消去した時に一瞬で終わってしまう都合上、例えば、テトリス99とか、ぷよぷよテトリスシリーズなんかにも同じモードがあるんですけれども、それよりも、約8秒から9秒ぐらい早いタイムが出るんですね、計算上は。で、それもあってですね、下手すると40秒とか50秒で終わってしまうという感じなので、まあまさか1時間40ラインやり続けるわけもなさそうですし、かといって1時間オンライン対戦するのかっていうのもちょっと多分違うと思いますし、さあ、なんでしょうね。ちょっとチャット欄にいる方もぜひ、予想してみてください。始まってからは多分私は皆さんと一緒にワイワイキャキャ言うだけになると思いますので、そこはご了承ください。もし全くの別ゲーが始まったら、デジャブかな。そうですね。ちょっと待ってくださいね。SRE8 の応募には本当になんか1行しか書いてなくて情報全然ないんですけど、SRE7 の方には、なんかシングルプレイとマルチプレイをやるよみたいなことが書いてあったんですよね。確か応援ブース見ると。で、その時は、テトリオというのと、もう一つ、別のクローンゲーム、Jストリス。っていうのも2つを使ってやりますと書いてあったようです。ぷよぷよ2はぷよぷよ2なんてなかったって言っていいんでしょうかね。まあちょっと終わるまでわからないですけど、ちょっと4つくっついて消えちゃった。
あるかもしれないですね。まだまだ始まらなさそうなので、なんか、まあ、私、こうやって、かなり、肩の力を抜いて、まあ、ほぼ雑談感覚で喋っていますけれどもですね、ジャパニーズリストリームの、スケジュール表を見ていただくと、解説者の応募がまだないところが、たくさんあります。びっくり、スケジュール。スケジュール表、今、チャット欄に貼られていると思うんですけれども、解説者の応募がないところがあります。ここ。ゲームを走ったことがあるよっていう方はもちろんのこと、ゲームをただ知ってるっていう、プレイしたことがあるとか、まあ、動画で見たことあるとか、そういうのだ、方でも、全然構いません。話し相手がいるっていうだけで、モデレーターさんの方がすごく助かりますので、まだ解説応募が来てないゲームで知ってるゲームとかありましたら、皆さん、ガシガシ応募していってください。さて、何か始まったようですが、全く知らないゲームが始まってますね。何でしょう、これ。テトリオではない。テトリオではないですね。ああ。いやー、ここは本当に、ちょっと私も分からなくて申し訳ないのですが。ちょっと頑張って探すので、視聴者の皆さんも、もし情報あればよろしくお願いします。はい。テトリオはもっと文字がでっかくて、メニュー画面が表示されるはずなんですけど。マウス。あれでも、レイアウトがテトリオっぽいですね。なんだろう、これ。スキン変えてるだけで。今、なんか、何でしょう。何をやってるんでしょうか。40ラインのタイムアタックモードなのか。あ、ですね、バージョンアップで別物になった可能性というのはですね、実はこのゲームですね、ブラウザゲー、このゲームっていうか、テトリオがですね、ブラウザゲーなんですね。で、昨日アクセスして見たレイアウトと全然違うので、さすがに、あ、分かったかもしれないですね。多分、テトーラレジェンズみたいな名前のやつかなと思って。なんと。すみません、解説が解説できなくて申し訳ございません。いえいえ、しょうがないです、これは。テトラレジェンドですか。さて、今、まあ、スペイン語読めないのであれですけれども、まず今、一番左下に出てる121、122って出てるのが、これがピーシーズ。今までいくつブロックを落としたかっていうやつで、その下がおそらくラインズでしょうね、英語にすると。何ライン消したか。これが今46ですね。で、さて、なんでしょうね、これは。一人モードにもいくつかモードがありまして、もう先ほどから何度も言ってる、その40ライン消すのに、何秒でできるかというタイムアタックモード、あとは、その40だけじゃなくて100ラインとか、ライン数の違うモードが、まあ、いくつかありまして、他には、逆に今度、時間が決められていて、3分間でどれぐらいスコアを稼げるかっていうモードがあったりとかですね。あると思いますが、割と T スピンとかガシガシ決めていってるので、スコア、なんでしょうかね。テトラレジェンズ、ありがとうございます。テトラレジェンズですね。ありがとうございます。いや、解説が解説できなくて本当に申し訳ございません。
en tu juego. Otro tiso imparable. Entonces, como pueden ver, las piezas están bajando más y más rápido a lo que Dazer va. ですね、ああ、そっか、一先までね、ネクスト。じゃあ、いろいろ、200ライン。いや、わからないですね。いろいろ、じゃあ、ルールを解説いたします。最近のこの手のゲームって、ちょっとお茶を濁した言い方にしますけれども、ですね。まず、ネクスト。次に、どのブロックが出てくるよっていうのが、大抵は5つ見えるようになっています。そしてですね、画面の左上ですね、今度、ホールドなんですけれども、今置きたいブロックっていうのを、例えばこの長い棒ですね、棒が来たけども、今まだテトリス、4ライン消しできないよっていう時に、まあ、ちょっと、取っておくことができまして、一旦例えば、なんかモードが終わったようです。150ライン、なんだろう、全然わかんないですけど、そうですね、なんとか棒を、例えば今使いたくないよって思ったときに取っておくみたいなことができて、それをホールドと言っていますとか、ですね、これはいわゆるガイドラインに準拠してますね。で全部でですね、左右対称のものを別扱いとすると、7種類のものが上から降ってくるんですけれども、どの形のものがどの色っていうのが、決まっています。で、いわゆるガイドラインと呼ばれているものに準拠した色使いになっています。例えばこう、L 字がオレンジとか、T 字が紫とかですね。で、その他ですね、あと回転法則、T スピンって言われるものとかですね。どのブロックが、どの位置で回転させたときに、どんな回り方をするって、ちょっと壁に引っ掛けて回すみたいな特殊な回し方が、たまに見られるかとは思うんですけれども、そういったときにどういう回り方するとか、いろいろ決まっているせいで、この手のゲームを、大体遊ぶと、まあなんか似たようなゲームバランスになることが多いです。さあ、マジで どんなモードをやってるのかが、ちょっといまいちわからないですけれども。今 L で T スピンでもうしようとしたんですけれども、ちょっと屋根の高さが合わなくてリセットとなりました。これですね。まず縦穴を1箇所どこかに開けた後、その両端を1個ずつ削った後、屋根を作って、この T 字をねじ曲げるような入れ方をすると、T スピンといって、これが、かなり得点の高い消し方になります。ちょっと今、オレンジで変な屋根を作っちゃいましたけども、これはT が入りますね、そのまま。リカバリ完了、素晴らしい。なるほど。どうなんでしょう。ショーケースと言ってるからには、まあさすがに何かこう見せ的なことあるんじゃないかなとは思いますけれども。今2列空いてる状態なのですが、こう、あ、いいですね。あいみのと言われてる、棒ですね。細長いやつを、中に入れることでうまく段差調整して、T スピンに持っていくことができました。スペイン語が聞き取れないので、マジで。ちょっと2列開けは良くないので削りを入れるといいですね。はい。特に2列開いた時なんかに、おすすめなのが、穴の中に、赤とか緑とかを突っ込むと、1ラインだけ消えて、
その後形が整うみたいな、削りって呼ばれる技術とかですね。まあちょっと何を目指してやってるのかがわからないのであれですけれども、まあ、形が整ってるに越したことはないので、おっと、ちょっと左下、右下ですね。右下がなんか、変な風に消しちゃって、ちょっと形が崩れていますが、ちょっと修復のターンでしょうか。チレツ消して、これは、何かを狙っているのか、終わってしまった。ゲーム紹介の方のショーケース。なるほど。その可能性はあるかもしれませんね。おっと、また別のものが。うわぁ、なんだこれは。なんだこれは。ではまた探していきたいと思います。ありがとうございます。フレンドマッチゾーンバトルって、これもしかして、これはまさかの公式かな？いや、ごめんなさい。例の公式の方を僕があまりよく知らないので、ここ言っていいのかちょっとわからないですけど。ですよね。やっぱりそうですよね。そうですよね。なるほど、ゲーム紹介のショーケースはあるかもしれないですね。はい、じゃあ、先ほどと全く関係ないゲームが始まりました。テトリスエフェクトですね。間違いないですね。はい、テトリスエフェクトというゲームです。有名な落ち物ゲームですね。で、ゾーンバトルっていうのがありますので、特定の条件でですね、ゾーンという、まあ、ちょっと画面の雰囲気が一転して、で、一気に消しまくるっていう、ちょっとやってみるとかなり気持ちのいいモードが、あるんで、それのルールを含めた状態で、対戦をするというものになります。これ、完全にこうオンライン対戦やってますね。ネット上の見知らぬ人と対戦してるんだと思いますけれども。あ、これですね、今、左側の人ゾーン入りましたね。消しても、下から競り上がってきて、上に、一番上に溢れた時点でゾーン終了。で、そのまま蓄積分が相手の方に攻撃が行くという状態ですね。私ちゃんと解説できてるんですかね、これ。解説できてるうちに入るんですかね。あれ？ちょっと待ってください。さっきそういえば、フレンドマッチって、あれ？そういえば出てましたっけ？オンライン対戦で、見知らぬ人じゃなくて、誰かフレンドの人と待ち合わせして対戦してるのかもしれないですね。あ、右の人が、アニマトキャンバスさん。ちょっとわからないですけれども。左の人がまたゾーン入りまして、もう、死ぬギリギリまで、目いっぱい溜めて、ゾーン。ただ、こう、張り切って消しすぎると、まあ、このように、ゾーンが終わった瞬間に、すごく形が汚いっていう状態になりがちなので、まあ、そこは、注意ですね。ちょっと形が崩れているようですが、対戦テトリスに関しては、何列消したときに、左側がプレイヤーです。すみません。左側がプレイヤーで、右側が、別の誰かっていう感じになっています。対戦テトリスは、何列消した時にどれぐらい相手の方に攻撃が行くっていうのが、決まっています。で、なので、効率のいい、T スピン、T 字を特殊な消し方するか、もしくは、掘りの効率の良い、4列消しですね。で、を、していくのが、まあ、上等手段になります。ただ、4列消しに関しては、ちょっと、その、何ですかね。
あまり狙いすぎると高く積まないといけなくて結構無防備な状態になりやすいので、うまいこと、途中途中で T スピンを作っていけると、まあ、かなり攻撃力が稼ぎやすくていいんじゃないかなと思います。もう行っていいのではどうでしょうね。ちょっとなんですかね、この辺はまあ一応安全側に取っておきます。はい。さあ再びゾーンに入りまして、またちょっと形を崩してしまっていますが、あ、ここでゾーン終了。いや、攻めろ言われましてもね、いや、これ、私のチャンネルじゃないので、さすがにちょっと、人様のところに何か今後に支障を残すような、まずいことはできないので、まあ、ちょっと安全にしておきます。かなり、あいみのの置きミスが、響きましたね、これは。まあ、もし攻めて弱くなったら裏から攻めろっていうのが飛んでくると思います。ちょっと私にもそれを決める権利があんまりないので、そんな感じでよろしくお願いします。はい、はい、あ、そっか、知らない方もいるかもしれないので一応補足しておくと、あ、ジャパニーズリストリームのディスコードチャンネルで裏で、随時やり取りをしています。で、運営さんも、ちょっとこの時間なので、全員とはいかないでしょうけど、運営さん何か待機してらっしゃる方もいまして、まあ何かあった時にチャット欄で、指示していただいたりとか、いうことをやっています。なので、まあ、いわゆるそうですね、ここでボケて的なカンペが、はい、入ったりとか、あと、今のやってるゲームこれです、みたいな情報を裏で入れていただいたりとかしてます。さて、置きミスがだいぶ響いていて、ちょっとこれは一旦ゾーンに入って消してって、いやー、うまくいかないですね。うん、ちょっと手が止まって諦めた感じですね。と一勝2敗で負けていますが、イベント内ですでに、うん、確かにそうですね。ここでダジャレ、まあそれは専門家の人にお任せしましょう。そうですね、まあ、やってるモードが違いますんで、まあその辺は、まあ、現地の、そうですね、もうどのゲームやるとかいうのも完全に、SRE の運営の方が決める話なので、我々はまあ流れてきたものを淡々と解説するだけとすればいいんじゃないかなと思います。さて、相手側がまた面白い形を組んでますね。Tスピン、Tスピン、Tスピンを連続でできる、何でしたっけ、ダブルダガーでしたっけ、あれは。という、まあ、特殊な形を組んでいましたが、対戦に関しては、正直、あんまり解説することがないというか、そうですね。テンプレは右の方が結構、テンプレ組、まあ、こんな形をすると、面白い組み方できるよっていう、テンプレが、まあ、もうすでに先人の方がたくさん発見してるんですけれども、それを結構やってるように見受けられますね。ちょっと相性が悪い。一回 T スピンで、まあ、ゾーン中なんで、そうですね。まあ、とりあえず消せば、それだけ攻撃につながるのでいいと思います。左の方がちょっと今、地形、いいですね。地形がガタガタしてるときっていうのは、だいたいその、
T の字を置くと解決することが多いですね。ジグザグ階段模様になっちゃってる時って、パリティっていうちょっと概念があって、ちょっと説明、今から始めちゃうと長くなるので活躍しますけれど。お、左の方勝ちました。2対2です。パリピじゃないです。パリティです。素粒子論、なるほど。なんでしょうね。情報理論とかで僕は知った単語ですけれども、まあ、いわゆる偶数か奇数かにだけに注目して、計算を行うときの理論ですね。なんか即死しましたね。というわけで、2対3で、走者の方は左の方、今カメラで映ってる方ですね。が、負けてしまいました。置きミスしたところに相手の呼吸が重なってそのままゲームセットという感じでした。情報か数学かでテトリスの論文あったり、そうですね。探せばめちゃくちゃたくさん出てきますね。さて、これは知ってます。はい。続いて、新しい何か、今までと全く関係ない、新しいゲームが出てきました。JS トリスです。で、これがですね、おそらくですけど、まあ、かなり、スピードの速い、今回出てくる中でも、おそらく、もう最大級のスピードもある。ゲームじゃないかなと思います。今やってるのはおそらく40ラインモードですかね。ライン揃えたときに、一瞬でアニメーションが終わるのはもちろんのこと、左右キー押しっぱなしで高速移動する、出すっていうのがありまして、例えば右押しっぱなしにしとくと右端までダーッと高速で移動するんですけども、それが、0フレーム、つまり一瞬で端っこまでストーンと突っ飛んで、ミノが飛んでいってしまうという、ですね。ジェイストリさん、ありがたい。いや、今、意図せず、ダジャレなんか言ってないですかね、別に。いや、すみません、完全に無意識でした。はい。で、確か、これの40ラインの世界記録が16秒だか15秒だか、もう頭のおかしい速度で、どんどんブロックが消えていくんですけれども、映像が残ってるのが16秒いくつ。で、映像が残ってなくてちょっと、本当っていう、真偽の怪しい記録が15秒いくつっていうのがあるらしいです。で40ラインを2セットやって、これは、なんでしょう。タブを切り替えたらまた JS トリス。これはですね、ブラウザゲーですね。ブラウザでアクセスすると、もういきなり、対戦ルームに放り込まれるっていうちょっと、ドキッとする仕様なんですけれども。これは何をするんでしょうか。ちょっと文字がちっちゃくて読めないけれども。なんて書いてある、スペクテーターモードか。対戦モードの画面なんですけどね、画面レイアウト的には。スペクテーターモードって黄色字出てたんで、観戦なんだろう。さて、何が始まるんでしょうか。じゃあ一応補足しておくと、このサイトにアクセスしに行くと、いきなりゲストで、対戦ルームに放り込まれるっていう仕様になっていまして、ただ、一定時間ずっと放置したままでいると自動的に観戦モードに切り替わるみたいな
ことになってます。あ、対戦が始まりましたね。対戦相手の方は、さっきとは別の方のようです。で、攻撃力などは、おそらくさっきのもと特にか、もういきなり死にそうになってますが、大丈夫か。死んだ。攻撃力などは、シリーズ通して特に変わることはなさそうだと思いますけれども、その、ライン消去やら、左右の移動のスピードなどの違いがあるので、まあ、若干、やっぱり戦術が変わってくるのかと思います。最適化に、じゃあ、ついてちょっと説明をしようと思うんですけれども、横スクロール移動が、まあ、とにかく、この、なんですかね、ブロックを、高速で置く鍵になるわけなんですけれども、例えば、左から2番目に、ブロックを置きたいと思った場合は、左キーを連打するよりも、一旦左端にまでついてから、一個右に戻るっていう風にした方が早く置けるんですね。そういう風にして、最適化といって、この位置に、この向きで、このブロックを置きたいみたいなテンプレがもうほぼ決まっているんですけれども、あいみのを除いて、右に2回動いた場所に置きたいっていうことが、基本的には難しいんですね。あいみのだけは、すべての列にすべての向きで、高速に置くことができるんですけれども、あいみの以外のブロックを右に2つずれたところに置きたいって思った場合は、本当に右を2回連打するしかなくて、で、特にこんなに横スクロールがもうピューンとすっ飛んでいくようなゲームだと、もうそれを狙うだけでタイムロスになってしまうので、そこをできるだけ狙わないみたいなことが、もう超上級者の間では、定番というか、うまい具合にその右2列置きを避けて立ち回るみたいなことが求められます。さて、3試合目。どうでしょうね。開幕 T スピンとか、そういう対戦の実況をした方がいいんでしょうかね。さすがにここまでスピードが速いと、ちょっと実況しきれる気がしないですが。今、しれっと、180度回転使いましたね。この手のクローンゲームあるあるで、本家にはできないことがなぜかできるようになっています。ちょっと危ないけれども、アイミノで掘りまして。左の方は、画面左の欄に名前が、ああ、そうですね。相手の画面の上ですね。青字でちっちゃく、まあ、名前が書いてあります。と、お互いパーフェクトクリアから。いきなり、なんだ、指名し合わせたかのように、いきなり開幕パーフェクトクリアをしてきましたけれども、すべてのミノを今のように全消しすると、それだけで、10ライン相手に攻撃を送ることができます。で、このゲームは総裁がないもので、まあ、つまり相手、こっちも相手も、いきなり10ライン、ドドーンと競り上がった状態からゲームがスタートという、まあ、なかなかに豪快なものを見ましたね。いやー、解説が追いつかない。180度回転以外だと。なるほど。180度回転以外で、クローンゲーでよくある実装は、あとは、あれですね、この消した時に一瞬で消えるってやつですかね。ちょっと私も全部知ってるわけじゃないんであれですけれども、例えばテトリス99弾とか、ぷよぷよテトリスなどは、ラインを消した時に、50フレームですね。1秒弱。まあ、ラインがピカーンと光って消えるっていうアニメーションがあるんですけれども、まあ、それがもう一瞬で終わってしまう。これはまあ、この手のゲームあるあるですね。
ただ、あんまり、でも割とそれぐらいですね、本当に。あのゲームバランスに関わるところで言うと。そうですね、50フレームかかるので、この手のゲームだと一瞬で消えるので、例えば1列消して整形とかいうのは、まあ、ガンガン、大してタイムラスにはならないんですけど、プヨテトなんかだと、1列消しを連続してやってるだけで、どん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 、自分の速度が遅くなってしまう。まあ、対戦だと特に相手の攻撃がどんどん飛んできてしまう。っていうので、もう戦術が全然変わってきちゃいますね。さて、そうこうしている間に、もう時間が半分ほど過ぎてしまいました。そうですね。ぷよぷよのちぎりみたいに、戦術が全然違いますね。ぷよぷよも、ゲームによって、その、ちぎっておいたときに、どれぐらいタイムロスするかっていうのが、全然時間が変わってきちゃうので、その辺が戦術に影響してくるってことがあったりします。さて、右端開けをしているところに、ちょうど右端に攻撃、右端が開いた状態で攻撃を食らっているので、1P がかなり有利。お、いいですね。そのまま畳みかけて勝ちました。これが、あと半分続くってマジですか。ダブルダガー来ましたが、Tスピンをやったともう一回Tスピン。いいですね。Tスピン系の技って、まあ大体、慣れない人が真似してやると、Tスピンの形を作ることに終始してしまって、肝心のTミノが全然来ないとか、タイミング測るのがかなり難しいんですけれども、この方はうまい感じに。ちゃんとTが来るのを見越してから、形を組みたいとか、やってみますね。何戦するんでしょうね、これ。お、まだ続く。止まった？ああ、動いた。映像が止まっただけですね。Entonces, ese es el estilo de los dos jugadores. Claro, también existen errores como mid drops. Es decir, cuando pones una pieza que... ちょっと待ってください。ごめんなさい。なんか僕勘違いして変なこと言いましたね。総裁は、あります。ただ、パーフェクトクリアだけ総裁がないんじゃなかったかな、確か。あれ？ちょっと待ってくださいね。勘違いでなんか変なこと言っちゃったかもしれないです。すいません。今、プレイされているゲームは、とある落ち物ゲームの、クローンゲームであります、J ストリスになっています。ブラウザでアクセスして遊ぶゲームですね。ブラウザゲーですね。で、左の人が、この奏者さん、カメラに映ってる方で、右の人は、まあ別の誰かって形になっています。que es el plato fuerte, porque no pensaron que esto era todo lo que íbamos a mostrar, ¿cierto?そうですね。ちょっとその、ショーケースということで、まあ今回は、まあちょっと名前は言いませんけれども、こういう、ブロックがたくさん落ちてきて、横に一列並べると消えるゲームを、いろいろ紹介するというコーナーになっているようです。
porque claramente esto no iba a ser el final. で、今やってるゲームが3つ目で、1つ目が、テトラレジェンズというゲームが出てきました。で、その後、テトリスエフェクトコネクテッドが、の、対戦モードが出てきまして、今、先ほどまでやってたのが、J ストリス。そして、変わりました。テトリオですね。4つ目になります。と、J ストリス。4つ目のゲームになりました。テトリオです。これですね。待望なんでしょうか。これもですね、ブラウザゲーです。私は、先ほど、まあ、ちょっとアクセスして、十数分、ポチポチ見て回っただけなので、詳しいことは全然わからないのですが、さて、何が始まるでしょうか。Sí, estos dos llegaron al rango máximo, están muy alto en las tablas y nada, se viene una partida tremenda porque es un nivel increíble lo que se viene. Así que puedes cambiar la música por Random Battle o elige tu canción favorita de Battle, güey. Porque güey es la dueña de la sala. なんとかプライベートルームって書いてあるので、もしかしたら身内対戦が始まるかもしれないですね。ルーム、うん、部屋を建てているように見えます。Así que ambos jugadores están listos. Ready, Raiko, Shrimp, ready. しかし始まりませんね。今のうちに、じゃあ、ちょっと途中から来た方もいるみたいなので、いろいろと、なぜ私がこんなぼやっとしたことしか言えないかをもう一度改めて言っておくとですね、ちょっと今回、今走ってるゲームとは全く関係ないんですけれども、落ち物パズルゲームのテトリスというゲームがありまして、で、その、今、版権をザ・テトリスカンパニーというのが所持していて、その、テトリスカンパニーからライセンスを受けてないゲームが、まあ、勝手にテトリスというのを名乗ると、まあ、いろいろまずいことが起きるので、ちょっと、本家の配信には、まあ、なんか書いてあるんですけれども、ちょっと、このジャパニーズリストリーム上は、いろいろとぼやかして喋ろうかということになっています。さあ、対戦が始まりましたね。1対1で対戦してて、また違う方と対戦しているようですね。まあ、ご覧の通り、この手のクローンゲームあるあるで、横一列揃えた時に、もう一瞬で、ラインが消えてしまって、すぐ次のブロックを置き始められる。という、まあ、かなりスピーディーな、対戦になっています。パーフェクトクリアを、左側の人は狙いに行こうとしてて、うまくいかなかった。右の人は成功。これで、10ラインが、10列のお邪魔を受ける手からのスタートになりました。で、あとは、攻撃に関しては、ガイドラインというのが存在しまして、攻撃力、どの、何列消したらどれくらい相手に攻撃が行く、T スピンしたらどれくらい攻撃が行く、みたいな、攻撃の量が、すでに規定されている関係で、この手のゲーム、速度面以外では大体似たようなゲームバランスになることが多いです。と、左側の人が DT 法失敗ですね。DT 法と呼ばれる、
T スピンダブル、T スピントリプルを連続して打つやり方をしようとしたんですけれども、ちょっと操作を途中でミスってしまって、T が詰まって、変な形になってしまいました。あ、しかし、うまく押し切って。なんか強いですね。3-0 で今勝ち越しています。あとは。死亡の条件はちょっと喋っといた方がいいですかね。時々なんですけれども、画面の一番上をはみ出した状態でミノが置かれていることがあると思うんですけれども、画面はみ出したからって、といって、即死亡というわけではなく、次に登場するミノが、の位置に、次に登場するミノの位置にブロックが置かれていたら、死亡。という判定になることが多いです。なので、次に登場するのがこの黄色い丸だったりすると、死にやすかったりとか、実はその出てくるブロックによって、次死ぬか死なないかの判定が変わったりとか、そういうことが実はあったりします。ありがとうございます。テトリスウィキによると、コンボボーナスとバックトゥバックのボーナスが、計算が独自。なるほど。ということは、このゲームはじゃあ、つまりさっきから何度も言っている、その攻撃力が、だいたいどのゲームも同じっていうのとは違うってことなんですね。で、これなんですけれども、いや、なんか、さっきとは別人のような組み方をしてるなと思ったら、名前欄が、あれですね、これ、奏者さんじゃないですね。あと、カメラが映んなくなってしまったんですけれども、どうなんでしょうね。同じ方？別人？さっきまで全然使ってなかったテンプレ組とかを組むようになってて、別人、うん、感染してるだけかもしれないですね、もしかしたら。別人かもしれないですね。アカウント名が違ってるだけなのかともちょっと思ったんですけど、まあ、やっぱさっきと全然組み方が違うので、感染中だと思います。開幕 SZ、あ、なんか、うまい具合にさばきましたね。緑、赤が初手の2つで来ると、まあ、大体、置き場に困る人が多いと思うんですけれども。組み方はそうですね。人によってかなり、もう本当になんか単純そうに見えますけれども、人によって結構特徴が出ますね。で、なんだろう。本当に、まあ、上級者の人になると、なんか積み方見ただけで、もしかしてこの人かなみたいな風に当てられることもあるみたいで。B が厳しい。ここで B が3本目。お、チャット欄に SRE の方が来てらっしゃって、はい。今、チリのナンバーワンの方とアルゼンチンのナンバーワンの方が、競い合っているとのことで。なるほど。ありがとうございます。プレイヤーフロムチリ&プレイヤーフロムアルゼンチン。本当だ。あ、そうですね。ショーケースというカテゴリーになっていますけども、ゲームを紹介する、いろんなゲームを紹介するっていうショーケースみたいです。エキシビションというよりは、まあなんか紹介コーナーみたいな感じになっていますね。
creo que empezaría por un PCO, ¿no?左側の人が結構いろんな多彩なあのテンプレ組を披露してくれてますけれども、右の方もまあたまにパーフェクト飛ばしたりとか開幕テンプレをいくつか駆使して戦っているように見えます。ああ確かにチャンピオンマッチなのでエキシビジョン的な側面もまあありますね。さて現在8対4、ダブルスコアがついていますが、おっと映像が来ました。なんと手元映像が。二人ともデフォルト配置でやってるっぽいですね。あのキーボード勢の方結構デフォルト配置の人が多いんですけど、私なんかはその家庭用ゲーム機で育った人なんで、そのカーソル移動はどうしても左手の方がやりやすいなって思っちゃう人なんですけれども、海外の人とかで、まあ、たまに手元付き配信を見ると、あの十字キープラス、ZXC スペースあたりでやってる方がいたですね。お、状況が不利なところ、右の人が畳みかけて、いい感じに勝利をもぎ取ってきました。9対5です。さて、何本選手なんでしょうか。7 piezas por segundo. Hay que bajar 7 piezas por cada segundo que pasa. Banzo Ari RTE. Conseguir esa velocidad es algo. Banzo Toa. Se podría considerar, pero esos son jugadores formidables que se podría considerar que tienen un don o una habilidad super, super perfecta para jugar. これはやっぱりなんかこういうスピーディーなゲーム、あ、ジュオ選手、あ、ありがとうございます。中央本選手だそうです。じゃあ9対6、まだ3本差なんで分からないですね。お互いパーフェクトを狙っていきましたが、まあ、無理だったのか諦めて、そのまま別の景色に行こう。ちょっとピッが崩れ始めてるんですが、大丈夫かな？大丈夫かな？うん。この不利な状況になった時に、こう一気に悪くなるんですよね。あの、スピーディーなゲームあるあるとして、まあ、当然、その、瞬間最大風速的な感じで、その、攻撃をずっと溜めておいて、相手が不利になった瞬間に一気に畳みかけるみたいなことが可能になっているので、一瞬で、こう、ブロックが消える恐ろしさでもありますね。先ほどから言ってるように、例えばテトリス99とか、ぷよぷよテトリスなんかでは、1回ラインを消すのに50フレームかかるので、例えばテトリスを2連続で打つっていうだけでも、つまり100フレーム、2秒弱かかってるわけで、それが、まあ、一瞬でババンと遅れてしまって、テトリス1回につき4列でしょうか、の攻撃がいって。とか、まあ、そういうことができるので、まあ、一度崩れるとかなり厳しいという状態で、あの先ほどから左の人がそれで、負けているように見えますね。ただまあ逆にあの今の右の人みたいに、穴の形が良かったりするとテトリス棒をあの連続で突っ込んで、不利な状況から一気にあの回復できるといった側面もあったりします。スマホを、そうですね、なんでスマホを置いてるんでしょうね。チャット欄を見ながらやってるとかですかね。連鎖が強い、そうですね、ちょっとそのテトリオの攻撃があの他のゲームと違うという話だったので、ちょっとなんとも言えないですけれども、10対9、かなり追いついてきましたね。ちょ
cosa, no justo no llegué a leer.連という、連続消しというタイプの攻撃がテトリスにはありまして、一度消した後、次のブロックでまた消して、消して、消してっていう感じで、その、消さずに置くのを挟まずにどんどん消していくことで、攻撃をどんどん送ることができる。というのが、まあそういう攻撃方法があるんですけれども、ガイドライン準拠のゲームだと、割とそれが強すぎじゃないかってよく言われてたりするんですね。ただ、その消すのに、先ほど何度か言ってるように50フレームかかるので、まあそこで、まあバランスというか、まあちょっとリミッターがかかってるっていう感じなんですけれども、まあ、一瞬で消えてしまうと、まあそれが、瞬間最大火力がとんでもないことになると、ことになりますね。すごい。なんか顔のドアップが映ってましたけれども、なんでしょう、あれは。DT の形が悪いけれども、とりあえず消す。De inputs que se colocan dependiendo la pieza, justamente. Mientras más eficiente. 2P の方が、ちょっと穴の位置がバラバラな状態で攻撃を食らってたんで、ちょっと回復がしづらそうでしたね。穴地も、まあ、何やら法則性がどうもあって、その辺はなんかガイドラインに規定されていないのか、結構ゲームによってバラバラだったりして、例えば、テトリス99だと、攻撃を連続して受けると、一つ前のターンで受けた攻撃と同じ場所に穴ができやすいとか、まあ、そういう特徴があったりして。で、当然、攻撃を食らった時の穴の位置が、同じ位置がずっと続くと、棒1個で回復できてしまう。それで、実はそんなに強くなかったりとか、あるんですけれども、ワンピきつい。あ、でも、無理かな、さすがに。苦しいですね。さて、12対11、9対9あたりで追いついてから、もうかなりシーソーゲームになっているようです。パーフェクトクリア、ここで来ちゃったけど、と、大丈夫でした、ね。連打ってる最中って、攻撃食らわないようになってるのかな、多分。ちょっとこれもゲームによりけりなので、あれですけれども。半分ぐらい左の人が詰まった状態の時に右の人がパーフェクトクリアしまして、ちょっと絶望かと思ったんですけれども、まあ、消して消して、なんとか耐えしのいっているようです。お互いちょっと穴の運がいいですけど、ちょっと2P形が崩れたところ、一気に畳みかけられてしまいました。そうですね、消してる間はどうやら猶予があるんじゃないかなと思います。ワンピーがまた大きいミスをしてしまいましたが、いい感じでリカバリしましたね。攻防が目が苦しい。2P のその赤の大きみさ、つらいけど、回転入れで、綺麗に回収。2P の人、ちょっと落ち着いて。珍しいアイスピンが入りました。棒もですね、屋根をつけると回転入れができるようになりまして。これは絶望。14対11、3マッチポイントです。大会中にスマホをいじってはいけない。これが DT 法ですね。ダブル、トリプルと決まって、あ、これはきついかな、これはきついかな。あ、180度回転で、ちょっとずるい回転入れしましたけど、あ、投了。決まりました。
左側の人の勝利です。y eso fue tiempo. También. Así que vuelvo a activar la cámara. Quedamos 7 minutos. Bueno, eso fue time. 180度回転はもうかなりあのずるい回転入れができるようになっていて、本来だったら絶対に入らないような、物理的に入らない隙間とかにスッとねじ込めたりするので、あ、タイマーが止まりました。グッドゲームですね。じゃあここでおそらくこのショーケースはおしまいということになりました。顔写真なんでしょう。ご家族の方だったりとかするんでしょうかね。わからん。Y para todos los que estamos aquí, todos somos parte del grupo Beyond the Stars. Somos una comunidad de Tetris. Somos la comunidad más grande. そうですね。ちょっとこの枠始まってしばらくはどうなることやらって感じでしたけど、最後に熱い戦いが見られましたね。BTS、Tetris。あ、左上の奏者さん。なるほど。あのメガネかけたおひげの、あ、今映ってますね。この方が左上の奏者さんの方かもしれないですね。カメラの映像暗くていまいちよく見えないんですよね。ああ、確かに同じ顔かも。una muestra de lo que normalmente hacemos. Esto es lo que normalmente se hace. Torneos así. En realidad, mañana le tenemos algo muy, muy especial. Mañana tenemos un torneo con los mejores jugadores del mundo y estará casteando las mismas personas que vieron hoy en ese torneo.というわけで、なんかタイミングがつかみづらいですけれども、テトゲフンゲフンの、ショーケースということで、1時間弱お付き合いありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。トラーレジェンズ、はい、トリスエフェクトコネクティッド、ストリス、J ストリスと最後テトリオですね。テトリオ、合計4つですね。いや、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。そうだな、何か告知宣伝とございますか？あ、そうしましたらですね、応募の時に、入れた URL を、チャット欄に貼っていただきたいのですが、はい。あ、出せますでしょうか。今こちらで貼った方がいいですかね。大丈夫でしょうか。そうですね。今貼っていただけるなら。あ、じゃあ解説チャットに貼ります。はい。はいはい、了解しました。はい。はい。はい、9月、4日と5日に、パズルゲーム RTA フェスティバル、パズルゲームに特化した、RTA のイベントが、開催されます。で、応募期間がですね、今月いっぱい、6月30日までとなっていますので、皆さん、ふるってご応募ください。で、今回に関しては、RTA だけでなく、まあ、何か、その、エキシビジョン的なスコアタックとか、まあ、あるいはテトリスやぷよぷよで何か絵を描くとか、まあ、そういう見せプレイ的な応募も今回実験的に採用しているようですので、なんか、思い当たるものがありましたら、どしどし応募いただければと思います。で、どこまでがパズルゲームかっていうのは、いろいろ定義があると思いますけれども、まあ、とりあえず応募してみて、で、運営の方に判断していただくっていう形で全然構わないと思うので、皆さん、お気軽に応募してみてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは、解説の貧弱さんでした。ありがとうございました。はい、どうも拙い解説でしたが、どうもありがとうございました。はい、というわけで、テトラレジェンズ、テトリスエフェクトコネクティッド、ジェスタイス、テトリオ
でした。それでは続いてのタイトルの準備に移らせていただきます。少々お待ちください。これからもイベントをお楽しみください。